ミームコイン投資よりも賢い選択はこれ。将来有望なミームコインが多数生まれるプラットフォームから独自トークンが誕生。圧倒的な需要で先行した利益は必然です。また現在おくりびと生産コミュニティのオクファクトリーでは、この圧倒的な需要を持つ新規トークンに関するローンチ情報、獲得方法など希望する方に今後最速共有していきます。今後情報を最速で受け取りたい方は概要欄から公式 LINE を追加いただき、パンプとメッセージを送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。おくりびと生産機の匠です。今回の動画ではソラナの将来有望なミームコインが集結するプラットフォーム、パンプファンの独自トークンについて解説していきます。以前こちらの動画で解説をしたパンプファンというソラナのミームコイン取引プラットフォームがあるんですが、このパンプファンを一言で言うと、新規ミームコインの発行そして取引をできるプラットフォームで、上場前のミームコインをいち早く仕込むことができるという魅力があるんですね。こうした特徴からかなりの需要があって、なんと1日あたりの利益がイーサチェーンをパンプファン単独で抜いてしまうまでとなりました。そんなかなりの需要とポテンシャルを持つパンプファンから、どうやら独自トークンが誕生するようなんです。個人的にはミームコイン市場が過熱している今、大きく稼ぐ上でミームコインよりも確実性の高いいい投資先であると思っていますので、ぜひ必ず最後までご覧ください。はい、それでは本編に入ります。ではまずは今回の前提情報となるパンプファンとは何か、こちらから簡単におさらいをしていきます。このパンプファンというサイトはどういったものかというと、ソラナ系ミームコインの作成、そして上場前にそういったミームコインを仕込むことができる、こういったことが可能です。このパンプファン、最近じわじわ人気が上がっていまして、なんと24時間の利益がイーサチェーンをこのパンプファン単独で抜いてしまったという情報も出ています。このパンプファン最大の魅力は、誰でも簡単にミームコインを発行でき、セキュリティ高く上場前に取引ができるという点にあります。これによって上場前、まだ大きく価格が上がっていないミームコインをかなり初期の段階で仕込んでおくことができ、いざ上場した時に特大リターンを得やすいんですね。こうした魅力から需要が急激に増しており、ここ最近のミームコイントレンドの火付け役であるのは間違いありません。そんなパンプファンですが、冒頭でもお伝えした通り独自トークンの発行が発表されたんですね。詳しい情報が載った記事がこちらなんですが、重要な部分のみ抜粋して読んでいきます。ソラナネットワーク上のミームコインデプロイプラットフォームであるパンプファンのチームは、10月19日に行われた X スペースのイベントで、将来的なトークンリリースと新たにアップデートされた取引ターミナル、パンプアドバンスを発表した。具体的なトークンの発売時期は明らかにされなかったが、新プラットフォームパンプアドバンスに関する詳細が公開された。はい、ということで内容を要約していくと、今回パンプファンが X スペースにて将来的な独自トークンの発行と新たな取引サービスを発表しました。独自トークン自体の詳細はまだ発表されていないものの、将来性の高さは今からある程度推測することが可能です。というのもパンプファンは、先ほどもお話ししていた通り、ミームコインの取引を通してかなりの資金が流入し続けている状況です。それこそイーサにも単独で匹敵してしまうレベルでです。そんなプラットフォームの利用に噛み合った使用用途がこの独自トークンに設けられた場合、かなりの買いが入ることが予想されます。そうなると価格の急騰は必然といっても過分ではありませんよね。独個人の投資に関する考え方ですが、もちろんミームコイン自体に投資するのもありですが、こうしたミームコインの取引を担うプラットフォーム自体に投資ができるのであれば、そちらに投資した方が確実性は数段高いと思うんですよね。需要が高いものを提供するサービス自体も需要が高いということで、こちらも価値の上昇が期待できるというわけです。こうした理由からパンプファンはかなり狙い目であると判断しました。こちら詳しいリリース時期や用途はまだ公開されていないので、公開され次第情報を共有していきます。なので情報を逃さないよう、今のうちにチャンネル登録や概要欄から公式 LINE、 そして Telegram の追加をしていただき、情報を逃さずチェックしていただければ幸いです。また現在おくりびと生産コミュニティのオクファクトリーでは、この圧倒的な需要を持つパンプファンの新規トークに関するローンチ情報、そして獲得方法など希望する方に今後最速で共有をしていきます。今後情報を最速で受け取りたいという方は、概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、パンプと一言メッセージを送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてこの動画の高評価とコメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。